こまで言うか The Voice そこまで言うか On this program, the day's personality will bring you in his own view the Times News J-O-L-F よいだよ今こそ一緒に考えましょう。青山茂春です。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。ザ・ボイス木曜日はこの方、独立総合研究所社長で近畿大学経済学部客員教授、青山茂春さんです。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今こそというオープニングありましたけれども、集団的自衛権、そして、はい、拉致事件が動き出した、うん、はい、今日のニュースの中にも入っておりますけれども、うん、メールもたくさんいただいておりまして、うん、はい、その中からボト1通ご紹介しましょう。匿名希望佐々木さん、大阪からいただいておりますね。集団的自衛権の行使容認が閣議決定に至り、中韓がこれに反発しています。まあ、中国はともかく韓国は意味不明です。東アジア有事の際には日米韓が軍事的に連携することになっていると思うんですが、もしそれが現実に発生した場合に韓国軍が危機的状況に陥ったとしても、自衛隊は近くにいて傍観しろと言いたいんでしょうか。韓国にとって日本は仮想敵国でしかないような気がします。有事の際に連携なんてしたら自衛隊が背後から撃たれるようなことにならないでしょうね。うん、ですね、このザ・ボイスという番組、僕は今唯一ニコニコ楽しく仕事できるそんなありがとうございます。小説を書く以外は本当に、一番僕がやりたい仕事はこのザ・ボイスなんですけど、もう感心するんですよ。 今のこのメールもそうですけど、リスナーからのメールのレベルが高い、はい。この佐々木さん、匿名の佐々木さんがお書きになってるようなことを日本のメディアがちゃんと報道し検証しなきゃいけないのに、はい、それ全然ないんですけど、なんと皆さん恐ろしいことに、あ、その前にですね、はい、これフェアに申さなきゃいけないんですが、韓国軍と、うん、今のパクネ政権はちゃんと分けないといけないです。あ、で、はい、韓国軍にももちろんパクネ政権にこう媚びを売ってる将軍も左官、大佐とかね、そういう人たちももちろんたくさんいますけれども、はい、うん、そうじゃない、日本のことを本当に尊敬してますという人もちゃんといます。で、ただし、はい、今の韓国軍の体制は恐るべきことに、特に海軍は日本を仮想敵国と考えているというか、言いようのない、はい、装備体系を目指し、それから演習の中身になっているんですよ。うん、で、少し前に、ハワイの例えばアメリカ太平洋軍司令部で、いろんな人と議論したときにですね、はい、細かくは申せないんですけれども、そのアメリカに対する問題提起として、韓国の反日っていうものが嘘だらけってことだけじゃなくてですね、うん、例えば海軍が現実に仮想敵国を日本とする、つまり北朝鮮じゃなくて、はい、日本を相手にするような、動きになってるけれども、アメリカは一体どう考えてるの、それちゃんと分かってるのかということを言いまして、アメリカもちろん分かってはいるんですが、僕は念のためですね、これも誰これっていうのは言えないんですが、現場にいた、その議論の中にいた日本側の人、はい、陸海空誰かということももちろん申せませんが、うん、その日本側の現場の人に、日本側の防衛の最前線の現場でも韓国海軍が特に日本を仮想敵国にしてるってことはよく理解してるでしょって言ったら、うん、まあ僕立派だと思うんですけど、その時イエスって言ったって何の得にもなんないのに、そうですとはっきり、明言したわけですね、はい。で、そういうことが背景にあって、この佐々木さんがおっしゃる通り、本来集団的自衛権を日本がまともに国際法通り行使できるようになったら、韓国にとっては当然北朝鮮に対する抑止力が、はい、非常に飛躍的に向上しますし、はい、そういう意味では北朝鮮がこう暴発したりすることを事前に抑える、はい、韓国国民が犠牲になったりしない、うん、そのために一番役に立つ国の一つであるにもかかわらず、もうずっと嫌だ嫌だもん嫌だもんっていうね、はい、もうロジック論理も通用しないし、軍事的な、いわば合理性もないし、ただ感情論で、はい、韓国は昔日本にひどい目に遭ったんだという話だけでこう嫌がる素振りをしてて、まあアメリカははっきりと呆れ果ててるわけですよ。特にアメリカの軍部はですね、はい、で、その日本にひどい目に遭ったと言ってるけれども、その中身は日韓併合時代は本当は日本は日本と同じような帝国大学を朝鮮半島にも作り、はい、そして、
当時の大韓帝国は、今の大韓民国ですが、日本に併合される前の大韓帝国は、例えばその皇帝閣下をはじめとする上層部だけが事実上中国語を使って、漢字ばっかり使って難しいことしか言えないから、一般庶民は言葉がちゃんと理解できないっていう状況になって、で日本はそこに入って、はい、これはおかしいので、ハングルっていう、これ日本が作ったんじゃないんですよ、うん、朝鮮半島でちゃんと作られたもんですが、全然活用されてなかったから、そのハングルを活用できるように、はい、日本がむしろそれを先導して朝鮮半島に染み込ませ、うん、で例えば、李氏朝鮮、つまり日本が併合する前の朝鮮半島でむごい拷問が行われていたから、それをやめさせて、はい、拷問禁止令をちゃんと出して、警官といえども一般庶民を拷問したりしたら懲役、最高ですと3年の刑に処するってこともやって拷問をなくさせたんです、うん、ところが日本はひどいことした、拷問したって話にすり替えられていてですね、はい、それは全部感情論なんですよね、うん、で、こういう極めてリアリズムに基づくはずの軍事で、それがこう表に出てしまっているので、うん、実はそのアメリカだけじゃなくて西側諸国の中で韓国はどんどん信頼を失っててですね、はい、まあ、これをいわばボトムとして、このパク・クネ政権は韓国の制度上はまだ続くわけですけど、うん、1期5年1期しかないけど、その代わり5年間交代できないことになってるから続くけれども、やっぱり韓国の軍部もこれを機会に、はい、そのちゃんと発信をして、うん、韓国の不利益にならないように、韓国のまともな国益がちゃんと実現できるように対日関係を正常化すべきだと、これを機会にむしろ声を上げるべき人が軍部からも声を上げるべきだと思って、僕なりに韓国側に提案をしてます。うん、はい、さあ、ご意見まだまだお待ちしています。ボイスアットマーク 1242.com、 ツイッターハッシュタグシャープボイス1242です。ではまず株と為替の値動きをお伝えしておきましょう。東京株式市場日経平均株価、昨日と比べて21円ほど安い1万5348円29銭でした。6月のアメリカ雇用統計の発表や ECB 欧州中央銀行の理事会など重要なイベントの前ということで、あまり動きはありません。為替は1ドル101円90銭付近、昨日と比べて30銭ほどの円安ドル高となっております。このイベント前だから動きないというのはその通りなんですけれどもね、はい、前からずっと言ってる通り、アベノミクスの第三の矢の、うん、目覚ましい進展がないので、株価がずっと1万、はい、今は5000円ですけど 4,5 千円のボックス圏でいる。それだけじゃなくて、実は為替が振り返れば、はい、今7月になったばっかりですけど、6月の、うん、1ヶ月間の為替の値幅も異常なぐらい実は狭かった、小さかったんですよ。あ、これはマーケット今ちょっとこう不安心理っていうか怯えたようになってて、これドッカーンと例えば円高になったりするんじゃないかっていうことですね。はあ、みんながもうお互いの顔を見合ってるっていうのがマーケットの現実です。あ、そうですか、うん、確かに僕毎日これ株と為替読んでますけど、うん、ここのところそういえば102っていう数字すら見たことがないなっていうぐらいですもんね、うん、そうですね。値幅がもちろん激しく動く問題なんですけど、小さすぎるのも、うん、問題なんですよね。やっぱその相場の世界でも嵐の前の静けさみたいなものがあるんですか。 その通りで、だから一見安倍政権、例えば集団的自衛権の問題で大揺れになったように見えるけども、はい、やっぱり問題は経済なんですよ。つまりそうやって突然円高になった時に耐えられるのかということも含めて、はい、この間総理の側近にも申したんですけれども、うん、とにかくその経済に対する取り組み、特に成長戦略をもう一回組み直して規制緩和さえやればいいっていうね、竹中平蔵さんがおっしゃってることばっかりが表に出てくるようなことはもうやめるべきだと申しました。はい、さあ、メニューざっとご紹介しておきましょう。ニュースピックアップ7、今日前半戦は3つのニュースを予定しています。まあ、北朝鮮のニュース、それから集団的自衛権、大きなニュースが入ってきておりますので、まずこの2つ、そして、原発の輸出東ヨーロッパへというようなニュースも入っております。5時台後半戦ですが、習近平中国国家主席とパククネ韓国大統領が首脳会談と、習近平さんが韓国を訪問しております。それからイスラエル情勢、さらに大阪都構想、最後はオバマ大統領が世論調査で過去最悪の大統領になったと、7つのニュースが入ってきております。すごいラインナップすごいラインナップですね。ご意見お待ちしております。メールはボイスアットマーク 1242.com、 ツイッターハッシュタグシャープボイス1242です。青山さんとお送りするザ・ボイス、それではこちらから参りましょう。ザ・ボイス、そこまで言うか。
4時10分に今なりました。 AM1242 日本放送ザ・ボイス、そこまで言うか。今日のニュース7項目をピックアップして青山茂治さんと解説していきます。はい、まず一つ目こちらです。政府が北朝鮮への制裁を一部解除へ。政府は今日午前、北朝鮮との外務省局長級協議を受けて、関係閣僚会議と NSC 国家安全保障会議を総理官邸で開きました。拉致被害者らの再調査を行うために北朝鮮が設置した特別調査委員会の実効性は確保されたとみて、日本が独自に行っている制裁の一部を解除する方針を決めております。これ日朝の水面下の交渉は実はもうとっくに前に行ってしまってます。もっと進行してる。はい。で、僕なりに知り得たことを全部お話しするんではありません、申し訳ございませんが、これは交渉ごとなんで、あの国益と、日本の国益と拉致被害者の、利益、家族の利益になることの範囲内で申しますけれど、はい、例えばね、今日安倍総理がいわゆるぶら下がりってやつで記者団の前に現れて、はい、質問を受けないでヒュッて言っちゃったでしょ。で、あれと思った人多いと思うんですが、これ交渉事だから手の内を全部知らせるわけにいかない。北朝鮮は日本に入っている工作員を中心にああいうのもものすごく注視して細かく分析するんで、はい、だから質疑に答えなかったんですけれども、その進んでるっていうのはですね、あの交渉事ですから当然裏交渉があって、はい、で今回その例えば特別調査委員会の実効性を確保した云々の前に、もうある程度こう北から、誰を出していきたいかと、北朝鮮にいらっしゃる日本の方々で誰を出していきたいかということが示されつつあってですね、うん、それでそれに合わせて、あの昨日大阪のテレビでは水曜アンカーって番組では安倍総理の告白という、はい、あえてキーワードを書いたんです。うん、で誇張してるわけじゃないですけれども、告白ってワーディングでびっくりした方いらっしゃると思うんですけど、やっぱりみんなに気がついてほしい。何かというと、拉致事件が初めてこうまともな交渉になったのは12年前の2002年9月17日の小泉訪朝です。はい。で小泉さんが日本の総理として初めて北朝鮮に入りまして、キム・ジョンイル総書記、今のキム・ジョン第一書記のお父さんが初めて、そうです、北朝鮮はつまり彼らが知ってる我が共和国の国家機関が日本国民を誘拐しましたと、で謝罪もしたんですね、はい、認めた上謝罪までした。でその結果としてごく一部の方ですが5人の方が帰ってきた、はい、でしたがっていろいろあったけれども小泉訪朝は、いわば評価される訪朝になっているし、その時に安倍さんも官房副長官として同行してたから、はい、責任の一端は安倍さんにももちろんあるわけです、それをですね、小泉訪朝は失敗だったっていう認識を、この現在の内閣と日本政府の中で安倍さんが一番信頼してる人たち、拉致事件についてというのは、例えば警察っていう組織の中で、あのキャリア官僚で拉致事件にずっとこだわって、捜査にこだわるとあんまり出世できるわけじゃないんです。できないとは言いませんけど、で特にはならないです、少なくとも。はい。でもいわば弱者である拉致被害者にずっとこだわってその捜査を、立場が変わっても延々続けてきた人たちもいてですね、はい、そういう人たちが例えば今警察だけじゃなくてインテリジェンスにも散らばって、それが実は第二次安倍政権の拉致事件の取り組みを支えているわけですけど、そういう人たちに新たに改めて示した認識というのは小泉訪朝というのは失敗だったと。ほー。それは時の総理小泉さんがその一発回答を北に求め、はい、つまりわっと日本国内で歓声が湧く、歓喜の声が上がるような解決を目指したために北朝鮮はせき立てられて、北にもちろん最大の問題があるんですよ、はい、我が総理の小泉さんよりも、うん、しかし北朝鮮もそれで焦って、それがあの乱暴な回答になったと。つまり5人生存8人死亡2人見に行けよと言った時に、その8人死亡の中に皆さんご存知の横田めぐみちゃんや有本恵子ちゃん、はい、今はもうさん付けで呼ぶべきですけど、こういう方々を含めた拉致被害者いらっしゃって、死んだとしながら、亡くなってるとしながら、つまり、亡くなったという時期も場所も原因も全然違うのに、はい、それが基本的に同じ医師同じ病院の死亡診断書になり、ハンコまで同じだというデタラメなことをやって、
で、実はこれ、日本であんまりこう思い出されないんだけど、2004年になって北朝鮮が事実上これ捏造と認めたんですよ。あの時はもう、せかされたんで、これせかされたって意味のことも当時ちゃんと言っててですね。せかされたんで、急遽こうやらざるを得なかったってことを言ってるんですよ。捏造とは言ってないけど、事実上捏造と北が認めてるわけですよ。せかされたんでってことは、せかされたんだってことは、そのニュアンスをはっきり出してます。ところが、これ金正日総書記がこれを指揮してやっちゃったから、はい、あの独裁国家でそれ覆せないんですよ。したがって、北朝鮮も自分の手足を縛らざるを得なくて、はい、それがその後拉致被害者が帰ってこない原因の一つになってるから、もうこういうその歓喜の声を求めたり一発解雇解答を求めたりするのをやめましょうって、今回は北朝鮮が日本側にすり寄ってきてるこの機会には、うん、もうそういうドカーンという花火を上げるようなことをやめて、はい、じっくり行こうと、でそういうもう事実上の僕は新方針に近いと思ってるんです。新方針だと思ってるんですが、安倍さん新方針って言ったわけじゃないですよ。でも、僕はそれを、その情報に接して、これは安倍さんの新方針だと理解してて、政府側にもそれ伝えましたけども、はい、それは実は今回日朝合意にピタリと合ってるところがあって、今回は拉致被害者の方々だけじゃなくて、今日安倍さんぶら下がりでもそれはもう一回おっしゃってましたけど、はい、北朝鮮にいらっしゃる全ての日本人について全面再調査をすると。はい、だからそのためには特別調査委員会に、特別な権限を付与して、うん、工作機関の内部にも手を突っ込めるようにしましたということなんですね、はい、でその方々っていうのは拉致被害者だけじゃなくて特定失踪者、うん、そして自ら望んで北朝鮮に入っちゃった日本人、はい、そして例えば在日朝鮮人の方と結婚して、うん、かつてメディアも片棒を担いで、はい、北朝鮮はこの世の楽園と言ったから、うん、そうかと思って旦那さんについていった日本人の奥さんの方々、日本人妻と言われる方、あるいは戦争終わった後に満州にいらっしゃった日本人がシベリアに無理に連れてかれて、うん、そこで特に繰り返し強姦を受けたために弱っている女性とか、あるいは病気を抱えた子供たちを、なんと特に弱い人をソ連が北朝鮮に、さらに送り込んで、はい、そこで無理な強制労働を受けたためにあっという間に亡くなった方々のご遺骨、うん、そういう方々を精神に関わらず全部調べるって話になってるわけですから、はい、一気に出せって言ったらですね、うんうん、またでっち上げの話になる、うんうん、その上で今北朝鮮が日本側に示唆してるのは拉致被害者の前に特定失踪者を出したいと言ってきてるわけです。はあ、うん。これは北にとっては都合のいい話で、うん、つまり日本側全然つかめてませんから、はい、あくまでこれまで民間の調査だけが先行してたんですよ、日本でもね、うん、政府としては調査が行き届いてない、だから北にとっては都合のいい話を作れるから、こういう人たちを先に出したい、あるいは安倍総理自身がそれは違う意味でなんですけど、本当は特定失踪者といえども、はい、つまり民間が中心になって調べてきた失踪者、家出人の中で家出する理由がない人、うん、そこに特定っていう言葉を民間団体が頑張ってつけて、北朝鮮に誘拐された可能性が高いと、そういう人たち、今まで民間しかやって民間の調査しかないけれども、政府は政府認定の拉致被害者と区別しないでちゃんと取り返しますって安倍さんが言ったわけですけど、はい、それをうまくそこを救い取って、特定失踪者から出したいって話になってるわけですよ。それは特定失踪者をまず出して、うん、日本の国内がどう反応するか見るとそういうことですか。その通り。実は日本は世論が一番強いっていうのを北朝鮮は小泉訪朝で学んだわけですよ。あの時強い総理に見えた小泉さんといえども5人返しただけで、実は国交正常化の名のもとお金まで出そうとしたのを阻んだのは、小泉さんでも野党でも誰でもなくて私たち国民なんですよ。国民が怒ったわけですよ。帰ってこない人のことはどうするんだと。あの5人だって返そうとしたわけですもんね。そうです、あの5人も一旦帰国ってことに、小泉さんも、うん、当時の官房長官たちもそれ合意してて、はい、官房副長官の安倍さんと中山京子さんが反旗を翻してようやく5人の方は今日本にそのままいられることになったっていう経緯があってですね、はい、まあ全部を通じて北朝鮮が一番日本ではなんと一番強いのは総理大臣じゃなくて普通の国民の声だってことが分かったから、まず特定失踪者を出して、それも要するにメディアが美談に仕立て上げるような人をおそらく勝手に選んで、はい、そこに国民が食いついて、ああこれは素晴らしいって話になって、その後スーッと拉致被害者の方に行こうかっていうなってるわけです。もう最初から僕たち世論のあり方が問われてるとも言えるから、はい、これはもう僕らの勝負時がすでに来てるから、だからさっき今こそ一緒に考えましょうと申したわけです。はい、はい、では続いてピックアップ7、2つ目こちらです。集団的自衛権の関連法案を作成するチーム30人規模と判明。
集団的自衛権行使を容認する憲法解釈変更の閣議決定を受けて、NSC に設置された関連法案を作成するチームが30人規模になることが分かりました。閣議決定で終わりって話じゃないんですよね、これ。これはこれも今のメディアの報道ぶり困った話なんですけど、閣議決定したら何でもできるって安倍がやってるって報道されてるんだけど、そんなわけないでしょう。日本は法治国家であって、内閣決めたら何でもできるんだったら、もう、それこそ憲法もとっくに変わってるはずです。そうじゃなくて、全部法律にしなきゃいけないんですよ。はい。したがって、最低限、防衛省設置法や自衛隊法、普通逮捕って言ってますが、自衛隊法は絶対改正しないといけないですね。はい、それから、武力攻撃事態法っていう、いわゆる有事法制、全部見直さなきゃいけなくて、場合によっては新法もつかなきゃいけない。したがってこれは、国会審議になって、はい、法改正や新法の立案というものを国会審議でチェックしていくことになるんで、当然、30人というのは結構な専門家の集団になりますけど、その法案作成が一番大事になるし、法案作成が大事になるんじゃなくて、その後の国会審議が一番大事で、自公がすり合わせやった時のようなもう進学論争はいい加減やめて、安倍総理も15類型とか、またおかしなものを、その屋上奥で乗っける、これだけはしてもいいよ、リストをどんどん増やすと、その集団的自衛権と言いながら、もうまた手足を縛られた状態で、できることは、やらなきゃいけないことなのに、どんどん狭まるってことを、安倍総理自身もしないで、本質的な国会論議をしていただきたいです。はい。A ニュースピックアップ7、2つのニュースを取り上げました。ご意見お待ちしています。メールは voice@1242.com です。4時24分になるところです。引き続き今日のニュースを見ていきましょう。続いてこちらです。東芝がブルガリアで原発を受注へ。東芝の子会社でアメリカ原子力大手のウェスティングハウスがブルガリアで原発1基を受注する見通しになったことが分かりました。受注額は5000億円程度の見込みで、原発運営会社への出資も検討しているということです。これありのままの事実としてちょっと意外かもしれないことを申しますとね、はい、その国際社会、世界各国で福島原子力災害の後、日本の原子力技術に対する信頼が揺らいだり、下がったりしてるかというと、逆なんですよね。逆ですか？はい。日本の原子力技術に期待感非常に強くてですね。で、日本にとっても、これから廃炉を行う上で、実は技術的な、技術的に磨いていくっていうのはどうしても必要なんですね。はい。で、この、例えば今回のブルガリアのように、その国の国論として、原子力をエネルギーに位置して使うことがあれば、こうやって技術力を確保するために受注していくっていうのは、僕は正当な行為だと思います。いろんなご意見あるでしょうけれども、はい、日本でとりあえず技術力が失われてしまうと、すごくはっきり言うと、危ない中国製の原発が世界を覆っていくのを考えるとですね、はい、それはもう今すでに恐ろしいんですけれども、中国国内で何が起きるか、偏西風で全部日本に来ますからね。あ、そうですね。だから本当は中国国内のその原発の安全維持も日本がもっと積極関与すべきなんです。福島原子力災害で例えば沸騰水型原子炉 BWR っていうものが、はい、大きな欠陥を持っていることも明らかになり、世界ではだから基本的に加圧水型原子炉って言いまして、構造が違うものがもうすでに、はい、中心になってるわけですけどね。で、そういうその失敗、福島原子力災害は明らかな人災で失敗ですから、その失敗をもとにして日本はより安全なものを作れるって信頼感がむしろずっと保たれてるんですね。で、そこは僕は大事にすべきだと思ってます。これ東芝の子会社がアメリカの原子力大手の会社なんですよね。ウェスティングハウスっていうのはこれ、それだけで結構でかい会社ですけど、東芝が吸収したんですね。だから、その世界中の技術の中でも日本に集まってるものっていうのは非常に多いと考えていいんですかね。そうです。ただし例えばこの間ね、はい、フランスに出張で行った時に、フランスの、電力会社っていうかその公の立場の人たち、ね、はい、原子力の役人も含めて言われたのは、日本人って分かんないよねと。分かんない。つまりフランスは1960年代にさっき言いました沸騰水型軽水炉、
うん、下水型軽水炉、それから重水炉の原発、はい、それから高速増殖炉、そういうのを全部実用でやってみて、試してみて、うん、それで下水型に60年代で変えていったのに、はい、なぜ日本は、いわばアメリカの言いなりでアメリカに売りつけた、その福島の沸騰水型の軽水炉などをそのまま使ってたんですかと、日本人は賢いなのか、うんうん、賢いのか愚かなのかどっちですかって聞かれて、賢いに決まってるだろうと言いながらですね、はい、あの痛いとこついてくるなと思って、フランスはだから逆に福島を逆手に取って、フランスの原発が安全ですよってことで、はあ、すっごい喜びやってます今、はい、そして技術開発もすごくやってます。ニュースピックアップ7、3つのニュースを取り上げました。残り4つ、この後5時台後半戦にお送りします。The Voice、そこまで言うか。J-O-L-L、シゲハル・アオヤマ、ニュース100人組で。4時31分です。ニュース100人組で寄せられたメールにどんどん答えていただきます。はい。今日は集団的自衛権絡みのメール非常に多いんですけれども、うん、その中でちょっと気になるものがありましてね、大阪府の今村さん、はい、娘が中学生なんですが、うん、中学生の間で、ネット上の SNS でですね、うん、集団的自衛権ができたら子供は最低でも2年自衛隊の訓練をしないといけなくなる、反対の人はこの文章を拡散してという嘘情報が流れています、うん、デマに注意するよう呼びかけていますが、うん、LINE やツイッターでも広まっている状態です。嘘を並べて不安を煽り世論を誘導しようとしています。このやり方は特定秘密保護法の時と同じです、うん、今回は子供をターゲットにしている分悪質で許せません、はい、それからたまにこたさん、フェイスブックで集団的自衛権が決定された翌日から18歳の高校生たちに自衛隊から募集の案内が来たという記事がありました、うん、いうような、このツイッターで流されてるって、これちょっと読んでくれますか。はい、プリントアウトしてきてるんですけど、ツイッターで、流れている文章を読みますね、本当に日本平和を愛しているならばこの文章をツイッターやタイムラインにコピーして載せてほしい。戦争での過ちを二度と繰り返してはいけない。この思いを安倍総理に届けるために協力してください。できるだけ日本全員に広まるようにあなたの行動で日本が変わる、うん、戦争をしたくない人は回せ、うん、ということで、はい、これ、はい、このザ・ボイスポッドキャストでちゃんと配信してくれてることもあって、中学高校の諸君も聞いてくれてるし、それから若いお父さんお母さんも聞いてくださってますから、これに関連して、専門家の端くれとして明言しておきます、はい、集団的自衛権どころか将来もしも憲法が改正されて自衛隊じゃなくて日本国軍ないしは日本国民軍になって海軍空軍陸軍そして海兵隊になってもなお、はい、徴兵制というのは決して導入されることはありません、うん、それはどうしてかというと、1975年にアメリカはベトナム戦争に負けました。はい。こうちゃん知ってる？ああ、生まれてはいません。いやいや、そうじゃなくて、この敗戦を機に、アメリカ軍の大きな変更がありました。はい、それ何ですか？徴兵制の廃止。そうです。志願制。その通り。実は戦争に負けてアメリカは、二度と負けないようにと思って徴兵制になったんじゃなくて、うん、逆に、負けるまでは徴兵制だったけど戦争に負けたので国民から兵を集めることをやめました。徴兵制をやめて志願制にしたんです、うん、なぜかというとアメリカなりにベトナム戦争の教訓を汲み取ってプロでないと戦争に勝てないと、はい、もう時代は変わった。例えば徴兵制っていうのはまさしくこれ悪質なのは2年ぐらい、うん、諸外国2年ぐらいの場合が多いんです。いろいろありますけどね、はい、2年間だけ兵士やってもらってもどんどんハイテク化していく兵器自体が使えない、はい、自ら志願して組織に入りそして特殊な訓練をきちんと受けて、うん、どんな場合にも技術的に対応できるプロを作らないとこれからの戦争は勝てないとアメリカは分かっていって、うん、それで、従って今ずっと志願制のままなんですよ、うん、で日本国は人口が減りますから、はい、余計にどん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 武器体系はハイテク化していってるしハイテク化するしかありません、うん、したがって人口が減る中で、徴兵制をやって、2年とか最大でも3年とかやってもらったってそれは何の役にも立たないので、うん、こういう集団的自衛権の容認とかあるいは憲法改正とか、はい、進めば進むほど徴兵制からどん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 遠ざかっていって、はい、必ず志願制が強化されるだけですから、うん、中学高校生が望まないのに兵士にされることはありません、うん、はい、これ世界の常識なのに、はい、日本だけが
この1945年の第二次世界大戦が終わった時の感覚で止まってしまってるから、うん、いい大人もそして子供たちも事実を知らない、先生も知らないということになってしまってるんです。はい、はい、まだまだメールお待ちしてます。 voice@1242.com です。以上ザ・フォーカスでした。4時38分です。ここでお知らせです。月火とお知らせをしたんですが、来週7月7日月曜日から10日木曜日まで私夏休みをいただきます。なんだってすいません、また浮かれた曲が出てきましたね。ちょっと待ってよ飯田子ちゃんすいません。でですね、来週のザ・ボイスはさまざまな方が登場してくれる。知らねえそんなわけない、待った待った、7日月曜日勝也さんの日のピンチヒッターはタレントのあゆかさん、8日火曜日は宮崎哲也さんと経済学者の飯田康之さん、そして辛坊智恵アナウンサー、9日水曜日は経済学者高橋陽一さんと箱崎みどりアナウンサー、そして来週木曜10日はですね、青山さんと辛坊智恵アナウンサーがピンチヒッター。ともちゃん、そうなんです、先ほどね常に顔合わせ燃えとり、普段とは一味違う来週7月7日月曜日からのザ・ボイス、そこまで言うか、どうぞお楽しみに。一味違う、はい。そして休み明けの14日私飯田が、数倍大きな人間になって帰ってこれるといいと思います。そんな知らにゃい、はい、そんな僕も夏休み欲しい。それあの事務所と相談してください。ザ・ボイス、そこまで言うか。On this program, the day's personality will bring you in its own view the Times News. Japan 再出発の5時だよ。一緒に考えましょう。青山茂春です。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。ザ・ボイス、そこまで言うか、この後5時30分まで生放送。こうメールがたくさん届いておりますのでご紹介したいと思います。はい、牛山秀樹さん、大田区50歳男性の方、来週7月9日は福島原発で最後まで戦った吉田元所長が亡くなってもう1年が経つんですね。私は東日本大震災以前から東海原発1号機の解体をすでに行っていたと聞いていますし、原発解体技術においても日本は世界の最先端技術を持っていると思います。福島原発を解体するまでまだまだ道のりは長いと思うんですが、解体までの研究開発はたくさんあると思います。政府は積極的に予算をつけて福島の一番不安の源である原発を早く沈めることが大切だと思います。早く解体できるように願いますと、はい、いただきました。もうご承知だと思うんですが、2011年4月22日、福島原子力災害が始まって1ヶ月ちょっと、はい、まだ災害終わってませんが、吉田所長の許可のもと、作業員外で僕は校内に入り、作業員外で初めて校内に入りまして、まあ、吉田さんと出たり入ったりで結構僕が現場行って戻ったりで長い時間結局合わせると話したんですけど、はい、その時にこの廃炉に関して、やっぱその廃炉長い時間かかる中で、うん、防潮堤が仮設だという問題を早く克服しないと、はい、廃炉の作業中にまた津波を襲ってきた時に大変な被害になるということと、うん、それからもともと地下水が豊富な土地柄なんで、はい、その問題を何とかしないと、うん、水の問題で苦しむことになるっていうね、はい、まあ、今につながる予言をすでにされてたわけです。そうですね、それからその時にすでに実は体調が良くなくて、うん、メディアには行ってないけれども、東京に帰って病院に行ったりして、その日は家にも帰るんですよって話も実はされてたんですね。はい、その時の吉田さん、まさか、うん、道半ばで倒れるってことを予感されてたわけではないと思うけれども、もう明らかにその命をかけて命を的にして全身全霊でご自分のいわば東電本店にいらした時の責任も含めて、うん、戦ってるなというのがよく伝わりました。うん、最近朝日新聞の報道で吉田所長の命に背いてみんな逃げたんだみたいな無茶苦茶な報道がなされましたけど、話は全く逆で、はい、吉田さんの下で、うん、本当にみんな連帯して戦っている様子を目の当たりにしました。あれ朝日新聞が言うように、吉田所長が現場にいろと言ってるのにみんな逃げたんだったら、はい、なぜ12キロしか離れてない福島第二原発に行ったんですか。実は吉田所長といえども、第二という良い
一旦退避場所があるってことに考え至らなかったってことを実は事故調の調書でもおっしゃってるんだと、僕たちは考えてますので、うん、日本人の誇りが示されたあの当時の吉田所長だけではなくて、今も福島原子力第一原発の中で、うん、いわば悪者扱いされながら人のために戦っている作業員、自分のニット目当てじゃなくてチェルノブイリと一緒にしないんだってことで戦っている作業員が今日もいらっしゃるってことを、うん、若きも高齢の方もいらっしゃるってことを、うん、吉田さんの命日を迎えるにあたって一つ思い出していただきたいこと、そこにもあるなと思うんです。うん、あの吉田さんがその危惧していた地下水ですけれども、はい、あの凍土壁っていうものを作って、まあ、土を凍らせて止めるんだということを、うん、まあ、やろうとしていますけれども、うん、凍土壁がなぜベストの技術だというのか、そこも、うん、防潮堤が仮設のままそのままになっていることも含めて、はい、全体に正直僕にもわからないというか賛成できないこと多いです。うん、はい、まあ、前向きに、ね、あの本来汚染水の問題っていうのは原子力技術の話じゃないんですよ。はい、要するにしっかりした、もし仮に貯めるんだったらしっかりしたタンクを建てるべきなのに、うん、コストの問題で、いい加減なタンクにしたから漏れたり、うん、あるいはその地下水自体は、福島第一原発の本来汚染された水と混じる前は普通の地下水ですから、はい、前から早く政府がきちんと説明をして海に出すべきだったのが、うん、こんなに遅れてしまったから球団に溜まってしまったと、うん、余計コストがかかるからそこにコストが集中して、はい、人材もそこに集中するから防潮堤がそのままなってるというね、うん、ずっと悪循環になってるんで、はい、その悪循環を断たなきゃいけないんです、うん、はい。まだまだご意見お待ちしております。メールはボイスアットマーク 1242.com、 ツイッターハッシュタグシャープボイス1242です。それでは5時台のザボイス、この時間の最新ニュースからお伝えします。5時の産経新聞ニュースです。ニュースデスク岡さん、お願いします。はい、お伝えします。まず電車の情報です。JR 山手線は現在代々木駅で起きた車両点検を行っているため、内回り外回りとも現在運転を見合わせています。山手線現在運転を見合わせていますので、ご利用の方はご注意ください。政府は今日午前、関係閣僚会議と国家安全保障会議を開き、北朝鮮に独自に課している経済制裁の一部を解除する方針を決めました。これは北朝鮮の特別調査委員会によって実効性のある調査が見込めると判断したもので、安倍総理は会議の後記者団に、国家的な決断、意思決定ができる組織で、かつてない体制ができたと述べています。すべての日本人に対する調査が、国家的な決断を、意思決定をできる組織が前面に出ると、かつてない体制ができたと判断をいたしました。したがって、行動対行動の原則に従って、日本が取ってきた一部の措置を解除することとしたいと思います。この決定に拉致被害者の家族らからは、調査の実効性や帰国の実現を期待する声が上がる一方、制裁解除は早すぎるとの声もありました。拉致被害者横田めぐみさんの父茂さんは、今回はこれまでと違って効果が出てくると思うと期待感を示し、同じく拉致被害者有本恵子さんの母佳代子さんは、制裁解除は早いと思うが、政府は絶対に後に引かない交渉をしてほしいと話しました。また特定失踪者問題調査会の荒木和弘代表は、制裁解除は早すぎると次のように述べました。総理は油災の席上で行動対行動ということをおっしゃいましたが、私どもの目から見て、これは行動対行動ではなくて、あくまで言葉対行動でしかないと。行動対行動ですから、何らかの結果が出たものに対して行動を行うのが当然であって、委員会を作りましたと、明日からスタートしますということで、それでは明日から制裁を解除ということにはですね、私どもとしては、まあ、納得ができないと。また菅官房長官は午前の記者会見で、北朝鮮側が日本側に対し、生存する日本人のリストを提示したとする一部の新聞報道に関して、報告は受けていない、そこはありえないと考えていると述べました。次に、活発な活動を続ける梅雨前線などの影響で、
九州は今日北部を中心に各地で大雨となりました。3時間に降った雨の量は長崎市の長浦岳で205ミリ、長崎県西海市で 155.5ミリを記録し、いずれも50年に一度とされる量を超えたということです。西日本はこれから明日にかけても大雨が続く見込みで、気象庁は警戒を呼びかけています。おしまいに、覚醒剤取締法違反で起訴された歌手の飛鳥被告の保釈が今日認められ、飛鳥容疑者は先ほど5時前警視庁湾岸署を出ました。飛鳥被告は駆けつけた大勢の報道陣に一度頭を下げただけで、特にコメントはありませんでした。なお飛鳥被告の初公判は来月8月28日に東京地裁で開かれます。この時間のニュースでした。岡さんでした。The Voice、 そこまで言うか。ニュースピックアップ7。5時10分になるところです。今日のニュース7項目をピックアップして青山さんと解説していきます。後半戦、まずはこちらから。習近平国家主席とパク・クネ大統領が韓国で首脳会談。中国の習近平国家主席は3日国賓として初めて韓国を訪問しました。先ほど4時半からパク・クネ大統領と首脳会談を行っているということです。これは本当は金婚感鳴らしたいぐらいですね、はあ、もうお二人とも一体何をお考えなんでしょうかと。まあ、中国はさらさりながら狙いははっきりしてるわけですね、はい、今日米をはじめとしてベトナムやフィリピンまで加わって、事実上の中国包囲網、はい、これは包囲網って本当はあんまり外交をやるべきことじゃないんだけれども、うん、あまりにも軍事的な拡張路線がひどくて封じ込めざるを得ないっていうことになってるんですよ。本当は日本もアメリカも中国経済かなり目当てにしてきたんだから、特にオバマ政権はそうですからね、はい、それでも封じ込めざるを得ないっていうのは習近平体制が、軍が目立ちたいっていう、うん、その軍の野心に弱いっていう現実があって、はい、で封じ込められた結果、韓国が反日反日って言ってるから、パク・クネ大統領をいわば狙いをつけて、うん、そこにパクッと食いついて、本来は日米韓の同盟体制のはずですから突破口を開けようっていう意図は見え見えなんですよ、はい、しかしそれやるんだったらですよ、常識で考えれば金正恩第一書記、つまり今までずっと、密接にやってきた北朝鮮に対して何らかの手当てをしてっていうのが当たり前ですけれども、はい、金正恩第一書記はそもそも訪中できていない、そしてもちろんだから習近平さんの方から北朝鮮にも行ってない、そういう現状でいきなり頭の上を越えて韓国に行って、首脳会談やられるっていうのはこれ北朝鮮でなくても座視できないでしょ。だから今北朝鮮の外交っていうのは柱が変わってしまって、はい、お父さんの金正日総書記の時には、うん、第一の柱は中国、第二の柱はアメリカだったわけですね、拉致事件を小泉さんに認めたのも実は日本が中心ではなくて、そこをクリアしないとアメリカとの関係改善はできないと思ったから2002年9月に拉致事件を認めたわけですよね、はい、ところがこの中国のこういう姿勢で今金正恩第一書記になってから外交の柱が入れ替わってしまって、うん、一本目は日本なんですよ。お、日本と直接仲良くなりたい、はい、そして二本目はロシアですね。ロシア、はい、したがって、この金正恩第一書記が中国に行くんじゃなくて、はい、まずロシアに行くという見方が、西側の、特に日本の情報機関の中に出てて、はい、でも十分あり得る話で、これは北東アジア、アジア全般に本当に深刻な影響を与える今回の習近平訪韓なんですね。で、おそらくその中国側は、せっかく来てあげたんだからということで、はい、いや、中国は朝鮮半島に対しては、日本に対してよりもはるかに、こう大国意識強いですからね。歴史上、要するに朝鮮半島は大陸と繋がっちゃってるから、はい、日本は海があること、海にあることに助けられたじゃないんですよ。海にあることをちゃんと活用して、うん、例えば聖徳太子がちゃんと中国と対等な外交関係を結ぼうと努力なさったりしたわけですね、はい、これ聖徳太子って名前は後から付けられましたけれども、うん、馬枝の王子って方は実際にいらっしゃったという事実はあります、したがってでっち上げじゃない、ところが朝鮮半島はそういうわけに いかないから、日本よりももっと中国はそのこっちの方が上だって意識持ってるから、こっちが行ってやったってことになるから、はい、この
中韓の首脳会談ではパク・クネ大統領にもっとこっちよりになれって要求をおそらく出します。公表されるかどうか別にして、じゃあその時にパク・クネ大統領がはい中国側につきますととても言えないわけですよ。日米でもあるし、日米ってかその特にだった在韓米軍がいるわけですし、それから今日冒頭に言いましたが韓国軍の中でこれに対する怒りは実はかなり強まっていてですね、不穏な動きまであるのかと思うぐらい。というのはですね、はい、朝鮮戦争まだ休戦状態ですよ。戦争終わってない。朝鮮戦争で中国軍に韓国の人たくさん殺されたんですよ、はい、それが解決してないまま中国の国家主席を受け入れて新しい関係作るってどういうことだっていうその意識が非常に強いので、実はこれパックネ政権の奈落の底への始まりじゃないかと、中国にとってもこれいいこと何もないんじゃないかと僕は最終的には思いますね。はい、では続いて5つ目こちらです。エルサレムでパレスチナとイスラエルが衝突、双方の少年殺害で緊張高まる。これ欧米のメディア結構大きく報じているんですけれども、イスラエルの若者3人が殺害された事件の報復なのかという報じられ方をしています。今月2日イエルサレムでパレスチナの17歳の少年が何者かに殺害されるという事件が起きました。これ欧米ではメディアがっていう話じゃなくて、この事件があまりさほど騒がれてないのは日本だけですよ。もう世界ではもうのけぞるようなニュースになっててですね、はい、まず最初にそのイスラエルの主張によれば、そのパレスチナの、自治政府にももちろん関与しているハマースという組織がユダヤ人イスラエル人の若者10代の人をですね、これ、はい、もうBBC、CNN ではもう写真いっぱい出てて、いやごく普通の、10代の普通の青年ですが、それをいきなり誘拐して3人とも殺してしまったと。はい、で遺体を国旗でイスラエルの国旗でくるんだ場面 もうずっと報道されててです、はい、それに対して今度パレスチナの側はそのイスラエルのごめんなさい、それに対して今度はそのパレスチナ17歳の少年が、はい、殺されると。イスラエルがどういうふうに関与したか分かりませんが、拷問された後もあるということで、少年がみんな4人とも少年なんで、はい、みんなこんな無残な話があるのかっていうことで、まあ、大騒ぎになってですね、これ安倍政権はイスラエルと関係強化ってことを出してしまった。僕これ拙速だったと思ってますよ。イランを敵に回してしまうし、はい、はい、これは見えないところで僕は安倍外交の失敗の一つになることを大変懸念しています。そういう重大なニュースです本当は。はい、はい、ニュースピックアップセブン5つ目までご紹介しました。お知らせを挟んで残り2つです。ザ・ボイス、そこまで言うか。ニュースピックアップセブン5時17分です。引き続き今日のニュースを見ていきましょう。続いてこちらです。大阪都構想、橋本市長が2年先送りを提案。大阪都構想の制度設計をする大阪府市の法廷協議会が今日5ヶ月ぶりに再開しましたが、出席したのは橋本市長ら維新だけという異例の展開となりました。でここで、橋本さんが、まあ、2017年4月までに都構想を実現しようと2年先送りを提案したそうです。橋本徹さんっていう強烈な個性に、何が起きようとも僕は大阪都構想やばそれだけは、ずっと支持してます。今後も変えるつもりはありません。日本は本来政治と金融の人が東京で民間経済の人は大阪で文化の人は東京、ごめんなさい京都、はい、陛下にも京都にお戻りいただくことも含めて三党体制というのが一番正しいと僕は思ってますんで、でその上でですね、そのいや橋本さんがお考えの大阪都構想と僕が長年考えてきたものともちろん違いはあるんですけどね、はい、でも、まあ、初めて具体的に提案した人が橋本さんであることは間違いがない。で、その上でですね、そのどうしてこう先送りするような状況になっているかというと、その議会の中での、はい、その例えば公明党や他の野党との、いや他の政党とのせめぎ合いっていうのもあるんですけど、根本はですね、その大阪府じゃなくて、大阪都になったら、儲かりまっかというね、これだからさっき言ったように民間、経済の人が大阪っていう意味は一番その実利的な経済の感覚が鋭い、はい、でいわばそういう経済外交の感覚も鋭いのが昔から堺商人をいわば起点としてオリジナルとしてその大阪やっぱそこは豊かなところがあるわけですよね。で
都になったら儲かるって話をしないと、はい、結局こうやってその他の政党の足元を見られるわけですよ。うん、でところが費用だけかかって実際はあまり儲からないって話をメディアによって喧伝されてて、それに対してもっと有効な反論しないといけない。これはですね、僕は共同通信の時代に経済記者がありましたが、大阪支社だったんですね、はい、でその時代その例えば僕が担当した中でたくさんの著名な企業の本社がまだ大阪にあったわけですよ。ところが今になってみると残ってるのは関西電力と大阪ガスだけと言ってもいいぐらい、あ、そう、ね、これは当たり前じゃないですか。他に今まで、ね、ね、これから重化されて違うかもしれないけど、うん、だからなんで出て行ったかというと、その東京に行かないとメリットがない。これ大阪に呼び戻すには大阪都に本社を戻したら法人税が全然違いますというようなことを、うん、国と連帯してやるしかないんですよ、はい、だからここはその橋本さんはこうなんていうかその大阪の中にこもってやろうとしてるような気配もあるけども、本当はここで本当に国との連携を考えて、で僕は本来特区構想反対なんだけれども、うん、安倍さんアベノミクスを特区でやろうとしてるから、その一番走りとして大阪都になった時に大阪に本社戻した企業は優遇される、でそこでアジアに対しても新しい切り口を持っていくっていうことを具体的に作るべき時期だと思います。はい、はい、では続いて7つ目こちらです。オバマ大統領、世論調査で戦後最悪の大統領に。アメリカのキニピアック大学というところが発表した世論調査なんですが、第二次大戦後の歴代大統領12人いて、その中でオバマさんの評価は最低、あのブッシュジュニアを上回るという。これまあ傑作のニュースというか、まあリアルなニュースでもあるんですよね。これオバマさんが初当選した時に神の子と叫んだ日本の評論家とかいらっしゃったけど、はい、そういう責任もちゃんと決着つけてほしいんだな。やっぱりオバマさんって最初の黒人大統領ってことの大きな意味があって、一期で終わってればこんなにならなかったけど、二期目ずるずるとやってるうちに何も決められない大統領になって、シリアやイラクはどん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 状況が悪化してるっていうことをやっぱアメリカ人よく見てると思うんですよ。ただしですね、はい、じゃあ最良の大統領の1位がレーガン大統領ってのはまあ分かるとして、はい、2位がクリントン大統領。おね、はい、クリントン時代、例えば、まあ、一部の問題とは言いながらホワイトハウスの大統領執務室で女性と性行為をなさったって自分で認めた、うん、それが第2位か、政治の世界に人材が沸騰してる、人材が枯渇してるっていうのは日本だけじゃないなと、これはもう世界全体の先進国の問題なんだなと、最良の人材が政治家にならないということを考える材料ですね、他人事よりも、はいはい、以上ニュースピックアップセブン、7つのニュースを取り上げました。このコーナーインターネットで毎日無料で配信しています。詳しくは番組ホームページをご覧ください。お送りしてまいりましたザ・ボイス、お別れの時間でございます。先ほど山手線の運転見合わせをお伝えしましたけれども、外回りは運転を再開したという情報が入ってきております。山手線外回りは運転再開、内回りは現在運転を見合わせ。みんな大変ですねこれ。これ本当にね、時間当たってちょうどこの帰る時間帯ですからね。で、レーダーを見てますと雨雲が徐々に西から近づいてきてるという感じになっております。東京23区はじめ広い範囲に雷注意報が出てますんでね、お帰りの際雷の情報などもお気をつけください。はい、電車止まるかもしれませんからね。はい、8月に、はい、養豚をめぐる本を敗戦の日までに出します。あ、決まりました。はい、あ、はい、まだ作業中です。まだ作業中、はい、はい、この忙しい中で時間を、いや時間ないです、もう本当苦しんでます正直、はい、というわけでこの時間の相手日本総飯田浩司と青山茂春でした。